広島東洋カークと北海道日本ハムファイターズのオープン戦がエスコンフィールドで行われました激戦の末両チームは4対4で引き分けましたがその試合展開は一筋縄ではいかないものでした終盤に起こった広島の守備乱れが試合の流れを大きく変えました4対1とリードして迎えた8回広島の守備陣は集中力を欠き連続してミスを犯しました 林選手の一塁送球の失敗やキッチャーのミスなどが相次ぎ一挙に近地が広がりましたその結果日本ハムに1点を返され試合の流れが一変しましたさらに9回には広島の投手陣からも乱れが見られました3番手の森浦投手が3つの冒頭を犯し日本ハムにチャンスを与えました 代打の振動選手の敵地打などで1点差に詰め寄られ試合は緊迫した展開となりました森浦投手の1塁への牽制球でダイソーの五十畑選手が飛び出した際も一塁手の二股選手と捕手の矢野選手の連係がうまくいかず走者は3塁まで進塁しましたそして水野選手の左翼への敵時二塁打で日本ハムが追いつき試合は引き分けに終わりました一方 広島の打線はこの試合で好調を維持しました。特に輝いたのは3番、遊撃で先発出場した小園選手でした。小園選手は試合序盤から積極的なプレーでチームをけん引しました。4安打を放ち、打率は455にまで上昇し、オープン戦の隠れ首位打者に躍り出ました。また 4番に広島の打線を支えるレイノルズ選手も敵地安打を放ち、チームに貢献しました。投手陣では、開幕投手に指名された久能利選手が良い投球を見せました。変化球を巧みに操りながら7回1、3を投げ、6安打2失点、自責点1、という安定したピッチングでチームを支えました。 久保里選手の順調な調整ぶりがチームにとって心強いものとなりましたオープン戦での引き分けは両チームにとって新たな課題となるでしょう特に広島は守備面での改善が求められますが打線や投手陣の力強いプレーは今後の展開に期待を持たせます次の試合に向けてチームはさらなる成長と勝利を目指して頑張ることでしょう